皆様、大変長らくお待たせいたしました。ガッツ 100% テレビ笑いと愛が企業を救う、今回は自分たちを PR の記者会見にお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。本日はありがとうございます。少々お待ちいただきたいと思います。ガッツ芸人の皆さんに登場していただきたいと思います。まずはこの方です。どうぞ。よいしょー、サンキュー皆さん、ガッツガーサンキュー、どうも皆さん、ねえ、嬉しいでしょ。ガッツどうですか、こういうね、久しぶりにこういう、なんていうんです、このご時世にね、やっぱこういうガッツあふれる芸人、どうですか皆さん、元気出るでしょ。ねえ、そうですよ、頑張りますから。続いてのガッツ芸人はこの方です。どうぞ。企業の PR に必要なものガッツ、そしてそのガッツを伝えるに必要なものメディアのカッツ。OK。 聞いたことないから、すいません、最後の OK っていうのは僕知らないんですけども、もう出ちゃったからね、それがもうちょっと怖かったんで、ガッツ OK で無理やり終わりました。ディレクターで己が OK を出すのよ。 OK いいね。そして3人目はこの方です。どうぞ。うわーうわーうわー、せめて靴だけでも。いやいいですか、早こいや。うわー、ありがとうございます。いやー、どうもおはようございます。ヘミングウェイオーシャンビュー、ガッツメンバーのイエロープラスマイナスの岩橋、趣味は泊まってないホテルの朝食を食べに行くことです。うえー、よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。いいガッツ、ガッツ岩橋さんでございます。ここにお一人、週替わり、はい、ガッツ芸人のゲストの方がいらっしゃるんですけども、こちらの方です。どうぞ。そういうタイプじゃないんですよ。ガッツガッツでやってるわ。うわ、線が綺麗、綺麗から舐めれる。舐めないでください。なんでもかんでも舐めない。綺麗に舐めれます。ナイスです。お願いします。ナイスガッツ、ナイスガッツ。ということで始まりました、ガッツ 100%今週は企業様の PR ではなく番組を広めるための取材会見スペシャル。ガッツ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 、番組愛とガッツを示すため猛アピールしていたところ、本当に申し訳ありませんでした。事態は一変、会場は謝罪会見のような雰囲気に。一体何が。こちらの会場、皆さんがもうガッツを出しやすいようにあえて広めの会場をご用意させていただきました。さらにですね、皆さん、ハンドマイクとはございません。なるほど。皆さんにはノーマイク、ガッツボイスで、あ、もちろん、はい、お願いしたいと思います。大きな声で、はい、いきますよ。そしてですね、皆さんはガッツ芸人ですので、解禁中は空気椅子で臨んでいただきたいと思います。そうなりますよね。そうなりますか。空気椅子、はい。では皆さん一度お座りください。ありがとうございます。失礼します。失礼します。クイエー、質問クイエー、早めにお願いします。質問もらってもいいですか。質問、質問、質問、まだです。こういう質問、まだです。クイエー、質問早めにお願いします。こっちから差し上げる。あなた、あなた、いやいや、勝手に当てないでください。質問せ、勝手に当てないでください。早めにお願いします。質問せ、答える時だけ立っていただいて結構です。さらにですね、もう限界だと、早く説明せ。限界だと思ったら座ってもらって結構ですけども、そんな方いないですよね。もちろんですよ。声小さ。それでは何か質問ある方いらっしゃいましたら挙手の方お願いします。おー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お名前をお願いいたします。ファニーマガジンの浜瀬と申します。お世話になっております。自己紹介いらないので早く言ってください。お世話になっております。必要です。あのガッツ芸人に選ばれるには多分理由があると思うので、はい、なんかプライベートとかお仕事とか学生時代とか、こう自身がこうガッツあったなと思うエピソードを教えてください。はい、ありがとうございます。あ、尾形さん早
かったんで他の方お座りいただいてよろしいでしょうか。座ってください。座ってでもいいよ。と NSC 8期生のパンサー尾形です。早く言えてよ尾形。いやね、それ自己紹介いつもするじゃない。僕は宮城県で生まれて、はい、でそこからずっとだから幼稚園時代からサッカー始めて、もうええってもうええってわけわからんて尾形小中高大尾社会人でまでもうってサッカー社会人でそれでやっぱサッカーで、はい、これ無理や。ガッツを僕は長い養ったんで、はい、だから僕こそ一番のガッツだと思います。薄いな、はい。いやね、長々と長々薄いね。長々薄いね。長々薄いね。使ったガッツがあるからこれ言えられたって説明していただけたんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます、はい。じゃあ続いてじゃあナダル君。ありがとうございます。小川さんお座りいただきまして。はい、300円で男性便所の小便器舐めたことあります。ガッツなんですか。ガッツですか。300円ですよ。中3です。受験の時。いや受験かどっか知らないです。じゃあナダル君お座りいただきまして。ヨハさん。はい、ありがとうございます。お待ちまなしてよろしくございます。同じ人に5回告白して5回目で付き合い5年付き合い振ってやりました。すごいガッツ、すごいガッツです。無理や無理や無理や。じゃあ最後、あ、じゃあうなぎさん。はいはい、おかしさん無理です。あ、私はうなぎさん、銀シャレうなぎです。うなぎさんのこんな声量聞いたことないですよ。この前ロケでユーカリを一房食べました。ユーカリは毒です。すごい。お体大丈夫やったんですか。うん、大丈夫。あ、大丈夫だった、うん。ありがとうございます。次、他の質問あるかっていう方あれば、では、そちらの方、お願いいたします。媒体名とお名前を教えていただけましたら。オリコンの桜井と申します。お世話になってます。ありがとうございます。オリコンさん、ありがとうございます。取材会の内容で僕ら記事化をするんですけれども、ただじゃどうしてもできないので、はい、初出しのお話、芸能界のなんか裏話、特ダネを教えていただけると。なるほど。皆さん、ないそうです。アリネタでやってるからずっと。アリネタでやってるんですよこっちは。せっかくこんだけの記者さん集まっていただいたんで、初出しエピソード。はい。あ、岩橋さん。はい。嫁が実家に帰ってしまいまして、1ヶ月以上帰ってこなかったんですが、帰ってきました。報告です。ナダル君はないですか。またナダルないの。ありますよもちろん。はい。早く早く早く。結婚式この前しまして。おめでとう。おめでとう。結婚したらものすごいできちゃった結婚で。ものすごいできちゃった結婚って誰。しばらく会ったんですけど、近年稀に見るできちゃった結婚で。あるやろ。結婚式始まったんですけど、ほんまに相方の西野ってほんまにその人間の泣くとかそういう感動するっていう感情ないんですけど、僕の結婚式で泣いてくれました。嬉しかった。薄い薄い。すいません、記者の方は今の初めてお聞きになったかもしれませんけども、お昼間にあった一歩目の収録で同じ話をしてたので今のはなしとさせていただいてでしょうか。あ、うなぎさんお願いいたします。マンションを買いまして、うわ、1年目で理事長をしました。マンションの自治会みたいな、僕の理事長判断でマンションのエントランスの明かりを白から暖色に変えました。よかった。よかった。あれやろ、暖かいマンションにしました。関先生、帰りが暖かくなるようにしました。関先生、それで質問ある方いらっしゃいましたら。もうこれきつい。ちょっと待ってください。もう置いてないで、男性の方お願いいたします。きついわこれ。日刊スポーツの松尾さん。ありがとうございます。皆さんの中で一番ガッツがある方は結局どなたなんでしょうか。これは譲れないところですよね。これはそう。僕はもう空気椅子しながら手上げてますからね。おかしい、それは何ですか。これはもうガッツです。楽でしょ。片足でやってるから。片足ガッツ。この足が疲弊してる状況で俺は片足でいけるんだっていうガッツですね。ナダル君、それは何ですか。腹筋仕掛けガッツです。なんで足が疲れてるの。それ休憩でしか見えないですけど。常に常にガッツ。
すねに痛みを与えて、めちゃくちゃ痛みを与えてます。これはでもやっぱり皆さん、はい、俺が一番ガッツあるっていうのは譲れないところです。譲れませんよ、これは。こちらに過去番組で使用しましたガッツアイテムご用意させていただきました。何をどう使おうか自由となっておりますので、記者さんの投票いただきまして、一番ガッツある芸人を決めたいと思います。ということで、我こそはナンバーワンガッツだというところ見せつけてください。よしよし、こっち寄る、こっち OKオッケー、オッケー、サンキュー。お母さん、オッケー、オッケー、オッケー、二人で、オッケー、オッケー、フェアで、オッケー、サンキュー。ちょっと待って、これの二つに割れないやつか。あの、尾形、どういうプランかだけ教えてもらって。さらにね、さらにガッツ、ね、さらにガッツやっていきましょう。ね、足つぼ、足つぼ、足つぼいきましょう。ね、さらに更新しますよ。ガッツ、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 ガッツ。ガッツ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 、すいません、パンストの意味だけ教えていただけますでしょうか。パンストは何やったんですかね。はい、はい、なぜパンストをおかぶりになったのか。いや、ちょっとあの面白いかなと思って。いやー、面白いかも。いやー、いやー、これで、これで上げて、あ、これで上げて、ほんで、うん、ケツバットに投げてください。ほんで、もうこの顔が面白いので顔見せますよ、これ。リアクション見せない。リアクション、リアクション見せない。はい、じゃあ行きます。はい、絶対にパンダなかった方が良いよ。絶対に顔見たかったよ、ナダル君。どう、撮った景色どうですか。まあ、記者会見だけならいいんですけど、映像には残してほしくない。これをどう文章化するのかって本当に難しいと思いますけど、大川さん、顔で大根おろしみたいにここに肉片をやります。肉片を削ぎ落とさないでください。大川さん、肉片を削ぎ落とさないでください。大川さん、大川さん、ダメっすよ、ダメっすか。肉片ダメっす。肉片おろしを、さすがにガッツ 100% テレビといえど肉片は NG ですから。よし、あ、うなぎさん、よし、洗濯、乳首洗濯バサミ。はい、おお、いいじゃん。おお、お、なんか、なんかで取ってほしいな。バットで、バットで叩こうか。うん、バットで、あ、いいね、叩き落とす。オッケー、叩き落とす。うん、集中、4つ集中、4つ集中、うん、頑張れ。行こう、これはもう行こう。この番組好きだよね。そう、はい、好き。いやいやいや、うなぎさん、はい、うなぎさん、何、何ですのこれ。いや、これ温度計よ。温度計今20度なんすわ、乳首が。上げますわ、乳首の温度。あ、上げれるんですか。上げれるの、温度計上げれるんですか。乳首の温度上げたれ。キーン、キーン、よっしゃ。うわ、痛い、これやばいぞ。うわ、いっちゃ、顔とか引っ込めて、うん、下から上に、いいですか。はい、あー、痛い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 。ナギさん大丈夫ですか。痛いよ、痛い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 。やっブレまくって上がってる。むちゃくちゃ上がってる。すごい上がってる。なんかちょっと80度ぐらいある。温度計割れてもって液がぐちゃぐちゃになってます。80度、現在の乳首80度。いや、よっしゃー、うなぎさんの乳首80度、ニュースしてくださいね。さあ、今まで皆さんが見てきたお笑いとは一線を画しているということだけね、お伝えで。おい、グッズですから、汚いです、土足ですから。フリースタイルのガッツアピールに大苦戦のメンバー、ここで無念の終了。じゃあパンサー尾形さんが一番ガッツあったんじゃないかと思う方、拍手お願いします。うわー、サンキュー。ありがとうございます。じゃあ続いて、コロコロチキチキペッパーズ、ナダル君が一番ガッツがあったと思う方、拍手お願いします。身内の女性でした。続きまして、プラスマイナス岩橋さんがガッツあったと思う方、拍手お願いします。続きまして、人生でうなぎさんが一番ガッツがあったんじゃないかと思う方、拍手お願いします。おお、これは
尾形さんかうなぎさんかどちらかですね。尾形さん、お、仕留めに行くんか。わかりました、尾形さん、埋め込んだらいいんですね。なんでそんなあうんの呼吸で伝わるんですか。そっちに飛んでいきます、トータル。これうわ、すごいな、すごい逆熊田正史さん。ちょっと熊田さんこっちやけどな。そこ気をつけてください、そこ飛ぶから今、マジか。ペンを、赤のペンをお尻に当ててますけど、いますよ、長く打ち込むんですね。はい、はい、キャランが過ぎますよ。おましたうなぎおめでとう。このあと誰が一番番組愛が強いか愛の証明チャレンジ。しかし本当に申し訳ありませんでした。一体何が。愛がないやつやべえぞ。ではご質問ある方いらっしゃいましたら。あ、一人上がってます。ありがとうございます。デイリースポーツ中井と申します。デイリーさん、お世話になります。デイリーさん、どうも。トラノマックス。国で一番番組愛がある方を教えてください。はい。はい。やっぱ皆さんにはせっかくですから一番愛があるぞっていうところを見せていただきたいと思いますので、ガッツキ愛の証明チャレンジ。よいしょ。こういう質問があるかなということで、皆さんには事前に番組から番組のためにできる最大限ガッツなことは何ですかというアンケートを出させていただいたと思いますので、はいはい、この場でやっていただきたいと思います。これが全ての源やからね、このパワーが番組愛。そうそうそう、それよ、これがほんま全ての源です。言うたやん、もう一回言ったんですか。言うたやんか。すごい速度でコメント泥棒しましたけどもさ、まずは番組愛見せたいぞっていう方。はい、じゃあ尾形さん。はい、俺はやっぱりサッカーが得意なんで、はい、リフティング、まずリフティング、ああ、それもおんぶ背負いながら、え、メンバーを背負って、はい、あ、リフティングできる10回。おお、すごい。これできたらすごいでしょ。できたらすごいですよ、ね、誰をどう背負うの。誰、全員、ま、じゃあうなぎ。俺だけ軽いの選んだやん。全員、いや、もう誰でもいいんだけど。うなぎ 3連勝いきますか。ああ、じゃあそうだね。うなぎさん成功したらナダル君、ナダル君成功したらイゴハシさん、対応順に。はいはい、そう、そんな言われても全然対応できますよ。でしょうね。そこまで無理なんだ言ってないです。ガッツありますから。最初からそのつもりでした、こっちは。ガッツありますよ。次行きますよ。せーの、およいしょ。1、2、3、4、5。やめろ。壁はなしや。むちゃくちゃ来ちゃった今、壁めっちゃシャンデリアの真横やったで。ちょっとほんま笑いの結構引いとるかなみんな、これ。そうですね、本当に全員がヒヤッとしましたから。いや、ガッツあります。どこがですか。僕のガッツはじゃあ重りですよね。うわ、いく、重いよそれ。重いやつや、これ。それうわ、つけてリフティングするんじゃん。これつけて、はい、腕立てします。ただのトレーニングですよね、それ。大すかしやないか。そうそう、これはね、やりますか、じゃあ。何ですか、これがガッツです。これはすごいよ、後々来るんだ。なんかそれな、そうだ、めちゃくちゃ面白いよこれ。そういうことだよ、まだまだ面白いもん。じゃあリフティングいきます、はい、いける10回ほんまか、これわか、あ、でもギリギリやん、気づかへんな、これ。いやいや、わからんよ、わからんけど、そのボールだけ持ってくれんから、その俺のせいみたいになるからさ。ボール持てや、自分で蹴ったんやろなあ。これはほんまちょっとシミュレーション不足と言いますか、スタッフさんのせいにしないでください。わからんけど、記者会見の内容を謝罪会見に変更させていただきたいと思います、うん、本当に申し訳ありませんでした。できてもないし、なぜこのような危険があることを再度チャレンジされたのかの理由を教えていただけますでしょうか。ずっと変な感じになってて、
って何やってもダメだし、なんかつまんねえって書かれるのも嫌だし、なんかでナダルがなんかちょっとやれみたいな感じで雰囲気出してきて、あ、ナダル君のせい、ナダル君が確かにリフティングやるんちゃうんって振りましたよね。そう言ったんで俺もやるしかなくて、すいません、ナダルと一緒にこれは練習します。奇跡的にシャンデリアは部品が外れただけで破損はありませんでした。でもご心配をおかけして本当にすみませんでした。では続いて、はい、うなぎさん、よし、お願いします。空気変えてください。はい、バランスボールにやっぱガッツ 100% テレビっていうのを書いてるんですよ。はい、これをその離さないと、うわ、奪い取ろうとしても奪い取る、この3人が全力で奪い切ってきても1分間僕はこのボールを離さないっていうシンプルなやつです。絶対に取りたいけど、これ以上ほんま何も壊したくないって気持ちも強いから、いや取るだけですから、うん、ではうなぎさん1分間、そう、1分間耐えるか、うなぎさんの番組を離したくない番組は消明ということですね、うん、1分後に誰がこれをしがみつけてるのか、なるほど、1分間用意スタート。今誰が掴んでる？うなぎさんです。うなぎさんや、すごい、すげえ番組愛、さすがゲストですけど、やっぱりこの2回目登場っていうのは番組愛があるから、そう、の絶対負けへんこれは、はい、この後ナダルさんは番組愛を全面に押し出す手押し相撲で3連勝。そして岩橋さんはわさびで歯磨きした後にこれまでお世話になっていた紀宝様を大声で叫ぶという番組愛アピールに挑戦して終了。では皆さん、キングオブガッツラブを決めたいと思います。パンサー尾形さんが一番番組愛があったんじゃないかと思う方、拍手お願いします。ちょっと待って、ここをね、あえて当てたっていう、そう、いや尾形さんだけ一個疑惑あるんですよ。皆さん事前アンケートを真剣に答えていただきましたよね。そうよ、もちろんです。尾形さん、アンケートの回答はサッカーボールを使っての何かってのはどういう気持ちですか？だからそのこんな感じだったんですよ。すいません。じゃ続いて、この月ナダル君が一番愛があったんじゃないかと思う方、拍手お願いします。ちょっと一回だけ一人ね、増えて一人減りました。ちょっと一個ですか？どうされました？シャンデリア尾形が壊した指輪を探し、シャンデリア尾形が壊した、圧力はなし。なんで急に電気グループの会話したんですか？言うなって、もうなんでシャングリアの会話、編集どうなるか分からへん。シャンデリアはシャングリだ。ではプラスマイナス、岩橋さんが一番愛があったんじゃないと思う方、拍手お願いします。あ、よし、では最後、銀シャリうなぎさんが一番愛があったんじゃないかと思う方、拍手お願いします。というわけで、番組愛が一番あるのもうなぎさんでした。よっしゃー、ガッツも愛もあんのはうなぎさんですよ。全部うなぎさん、全部うなぎ取ったな。ガッツ 100% テレビ、笑いと愛が企業を救う。チャンネル登録、高評価お願いします。